謎解き、知能を鍛えるひらめきノートへが全部で5問です。では始めましょう。第1問、答えは何でしょう。正解は提灯でした。それぞれの時間帯における挨拶の言葉を埋めて数字の順番に読むと提灯となります。第2問、暗号が示す食べ物は何でしょう。正解がラム肉でした。村、国と読める漢字が左右反転しているので読みも反転するとラム肉となります。第3問、ハテナに入るひらがなは何でしょう。正解は木でした。野球の守備のポジションの位置を示しており、文字はその頭文字を示しています。ハテナの位置はキャッチャーなので木が入ります。第4問、四角に入るものは何でしょう。
正解はほうでした。四角にほうを入れて上のようにくっつけると劇という漢字が出来上がります。第5問、ハテナに入る都道府県は何でしょう。正解は岩手でした。県庁所在地の語尾と都道府県名の頭文字を続けて読むと左辺の漢字の訓読みと一致します。ハテナには盛岡を県庁所在地とする岩手が入ります。